大学生です可愛い彼女が欲しいです。授業はリモートでバイトは実家なので出会いがないです。イケメンでもないです。何をすれば良いですかなすかあのパパ活今超流行ってるらしいですよのキャバクラ的なところとかっていうところがあ,のあんまりお客さんいなくなっちゃってて「お金欲しいよね」っていう女の子で若くて綺麗な子がパパ活みたいな形で直接そのお客さんからお金もらうみたいなのが流行ってるらしいのでなのであのお金持ってる方はパパ活の方に行けばいいんじゃないですか 多分、ウィミンじゃないですかね。えー、21歳男です。ヒロキさんの方を面白く読んでます。質問です。高校卒業後、中国に行き、3ヶ月前帰国しました。不労所得的に月80万ほど入るようになったのですが、大学に行きたくなくなりました。オランダの大学に行きたいのですが、日本の大学に1、年在学する必要があります。僕は日本の大学に無知なのですが、早稲田の国際教養を考えています。英語の授業になれることか可愛い女の子は遅だからです。ヒロキさんのアドバイスが欲しいです。<laughs> えっとあの可愛いバウナはねその早瀬女っていう概念があるんですけど多分高校生の時に普通の子も早稲田に行くと可愛くなくなっちゃうんだと思うんですよね。なので、ね、その早稲田に入ると女の子は可愛くなくなるっていう法則があるみたいなんであの早稲田以外で探した方がいいんじゃないかなと思います。はい あとまあ別に英語の勉強なんてどこでもできると思うんでまあその早稲田だとあのその後あの学歴的には得するんでまあ早稲田入るんだったらいいと思いますけどで別にオランダ大学行きたいんだったら最初からオランダ行けばいいんじゃないのまあコロナ禍なのでいろいろ大変だと思いますけど。